え、まずおしそらがむてよくそ。めっちゃうんこ行きてえから今日はパッて終わらしてやるぜ。です。皆さん、ASMR 知ってますか ?ASMR っていうのはめっちゃ耳が気持ちよくなる音なんですよ。今回この気持ちいいね、幸福感を得られる ASMR を聞きながら気持ち悪いホラー画像を見るとね、気持ちいい感か気持ち悪い感、どちらが勝つのか、この身をもって検証していきたいと思います。これでもし ASMR の気持ちよさが勝ってしまえば、これはもう全人類 ASMR 化計画を始めてもいいのではないでしょうか、菅総理。ということで早速やっていきましょう。レッツ ASMR バーグ。今回は耳かきの音声を聞きながら怖い画像を見ていきたいと思います。それでは音声スタート。おー、素晴らしい。それでは見ていきましょうか。スタート。これは何でしょうかね。子供の絵なんでしょうか。ちょっと不気味ですね。でもそれも ASMR に比べたら大したことじゃないです。アイラブ ASMR。 これは何でしょうかね。ごぼうの怪物でしょうか。よくわかんないですね。でもこんなごぼうですら ASMR を聞けば人参になれるのではないでしょうか。アイラブ ASMR。 なんかこのキャラ気持ち悪いからやめとくか。これも子供の描いた絵っすね。顔面が赤いやつ、顔が3つあるやつ、お腹めっちゃ出てるやつ。よくわからんな、あんま。子供ってほんとよくわかんねえんだよな。俺もよくわかんない人間だけどさ、あんま人のこと言えなかった。ごめん子供。うわ、急に気持ち悪くなるやんけ。ふざけんなお前。うざ。何やねんお前。あーでも気持ちいい。何この感覚。やだ。うわー気持ち悪い。なんでお前。口。口強っ。鼻もよく見たらでかいな。やめろお前。人が耳攻められてる時に口と鼻で攻めてくんなお前。ねえ気持ち悪い。なんだこりゃ。めっちゃニョロニョロしてる。やめてー、ニョロニョロしないで。こいつが今俺の耳を攻めてるって考えると、最悪や。うわ怖っ。なんじゃこれ。竹馬人間。竹馬ってこんな怖い道具だったっけ。ああ気持ちいい。なんか聴覚最高、視覚最低だと感覚がわからなくなる。頭おかしくなりそう。あーびっくりした。もううぜえ。本コアの顔の道のやつうぜえこいつ。本コアの怖いキャラどこまで可愛くできるかやってみたいっすね。ちょっと今度やってみます。あーもうやめて。シンプルに怖い。あーなにこれ、やだ怖い。髪投げ。耳攻めならぬ髪攻めか。悪くないな。うわーなんだお前。大丈夫か。鼻血垂らしてんぞ。俺が言うのもなんだけど、もうちょい眉毛手入れした方がいいと思う。スイカ人間。なんじゃお前は。スイカ人間と言ったら、あのバカ殿様にスイカお化けみたいなネタあるじゃないですか。あれちょっとエッチで僕好きでしたね。うわーもうお前な。これはもうだって可愛くないもん。怖いけどよく見たら可愛いお化けっているじゃないですか。あれはまだね可愛いんですよ普通に。だけどね、お化けだし可愛くないってなるともう最悪ですよね。目が腐る。はい、ということで ASMR を聞きながら怖い画像を見ると、聴覚天国、視覚地獄、カオスワールドですよね。わけわかんないことになります。これがゲシュタルト崩壊ってやつか。そう考えると聴覚、視覚、嗅覚、こういう感覚ってめちゃめちゃ大事なんですよね。で、僕思ったんですけど、うんこってマイナスなイメージ強いじゃないですか。うんこって物自体がなんかもう嫌だって感じになって、じゃあなんでうんこが嫌なのかって考えた時に、うんこって目で見ても汚えって思うし、鼻で嗅いでも臭いから汚いんですよ。脱糞シーンなんつったらもう音も聞こえてるわけですよね。で、触っても気持ち悪い感覚。うんこって五感すべてを刺激する最低なものなんですよ。つまりうんこは汚い。つまりそのうんこをする人間も汚い最低なものなんですよね。じゃあ人間はどうすれば綺麗になれるのか、もうお気づきの方もいると思いますが、そうです、これが僕の冒頭で言っていた人類 ASMR 化計画なんです。信じるか信じないかはあなた次第です。何気なく冒頭で言ったよくわからないボケをうまいことオチに落とし込む、これが言葉のファンタジスタ中澤デュース。